さあ次は冬バグさんとゆめかさんお願いします。でこれが終わったら X 勢さんとジエンテイン。さあ冬バグさんとゆめかさんですね。冬バグさんは座る席を選びましたので、冬ああ席こっちですね。あゆめかさんが席を選ぶんですよね。で 1P 側、 1P 側ですね。 2P 側に冬バグさんが座ります。冬バグさんはキャラクター後から出せる、キャラそのままで OK ということなんで、じゃあ乱入していただいて OK です。さあゆめかさんが竜 1P 側、そして冬バグさんはさあ空中に舞っていくのかブランカ、さあ開始。さあまず電撃を出していく。おっと空中からの波動拳で相手の飛び込みを防止していった。波動拳波動拳、さあこの弱波動と中波動がいやらしい。弱波動は降りていく、中波動はまっすぐ追いかける。さあ波動拳、おっとアップしている。さあ空中戦、おお投げていった波動拳。ここはローリングアタック、ダメージがでかいぞ。昇竜の着地を買っていく、電撃足を払って波動拳、昇竜拳で空中に逃げさせない。さあ男たちは空を舞うが、さあギリギリの試合でしたが、まずゆめかさんの竜が一本成長していく。ラウンド2、さあラウンド2は、おおっと両者空中に飛んだが竜巻、しかしこれ電撃、うわ3割飛んだ3割飛んだ、おーっと着地が見えていた。さあ波動拳、波動拳でブランカが上に行くのを許さない。そして連続ヒットピヨッタ、歩いて投げ、ゆめかさん勝利。ゆめかさんの竜が勝利です。そして2回戦最後の組み合わせはジエン VSX 勢さんお願いします。で CM さんと俺もじゃんけんしましょう。それでは、これが2回戦最後の試合になります。 1P 側にジエン、そして 2P 側に X 勢さん、視聴者数は2300人ですね。前回超えちゃいそうですね。さあベガ様の V サインにより勝利。さあそれでは始めていただきましょう。 1P 側にはジエン、そして 2P 側には X 勢さん、 X 勢さんは竜、ジエンは何を選ぶ。さあやはりこの男といえばガイルを信じる。始まった、開幕、竜巻で寄ってきた、にじり寄るような竜巻、ソニックソニックソニック、処理落ちがあったが問題がなかった。一方の竜も竜巻をこすっているが動ける隙間がない。ソニックが体力を削り続ける。ソニックが体力を削り落としていった。さあソニック歩いたところにソニック、冷静に最後まで倒しきれるか、脱出の隙はあるのか竜。さあどうなる、にじり寄ってくる、アメリカの軍人がにじり寄ってくる、少しずつ少しずつつま先で歩いてくる、距離が1メートル、50センチ、体力バーがなくなった、ジエン勝利。恐ろしいゲーム。ということで自演勝利で、ブロック決勝進出ですね。さあそれではここからは各ブロックの決勝戦で CF さんと僕の試合です。やりましょう。あの今僕が、1P 側です。そして 2P 側 CF さん。はい、それでは、大阪くん試合なんで見たび自演の人です。さあ 1P 側が、大阪、 2P 側が、CF さん。さあキャラは最初に選ぶのは、さあ大阪くんですね。 1P 側大阪くん。さあ
さあスタートボタンで、キャラをどんどんバリ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 変えて、リュウ、素晴らしい。さあいい感じで止めましたね。さあこれで、一度のプレイに、減るクレジットが一つで済みました。はい、じゃあ参りましょう。 1P が大阪ある、 2P が CF 相撲。さあそして張り手を出して、おっとー、頭突きよりも足の方が強い。さあ波動拳を弱で出して相手の行動の自由を奪っていく。そして裏からの外野心。さあここが歩きながら、あーっと連続ヒット。ここは冷静に、おー、さあノーボール。さあしましたね、勝った下りジャンプ強キックキャンセル空中100円されて高度ですねこれ。でもコマンドはただ擦るだけ。はい、おっと、さあ波動拳をものともせず、さあ強小龍拳でうまいことを買ってきました。波動拳、波動拳、おっとワープした先には波動拳が置いてありました。とさ、さあさあ微妙にあれですね、100列を止まった。ワープした先には波動拳、そしてピヨッタ。最後は近距離中盤キャンセル中勝利。さあこれ両者1-1。さあファイナルラウンド参りましょう。さあこれを見ている、ね、さあお客さんもボルテージが上がっていく。さあ勝利が失敗、そして投げる、これはドスコイ、あー世界、さすが世界最強の国技相撲さあ張り手と金のあれで組み合わせたやりたい、それが相撲じゃあ大阪君に行きます。帰りてあのワープ読みで前に歩くっていうのが機能したんで、また明日から楽しく対戦できそうですあ、なんか世界1位になったって本当か、世界1位って本当かありがとうございます。さあそれでは、ヌール佐藤さん、そしてクロスさん、さあクロスさん 1P に回っています。張り手の前には龍など赤子の人たち、まあ、張り手でね、持ってかれちゃったら終わりですわ。あれさ、首折れて死んじゃいますわ。もうあれですよね、あの力士はあの4トントラックに衝突されても死なないんですよね。景品急行にぶつかっても景品急行が危ない。バーシャリアスってやつです。あ、それ景品、はい、それでは始まった。さあ 1P 側クロスさん、リュウ、一方の 2P 側、こちらがヌール佐藤さん、ヌール佐藤さんとかいる。さあヌールさんがホニックステッカー、あーっと安定ルード入った。さあソニック、ここは抜けていったな、竜巻、まだチャンスある、大きい攻め、昇竜拳、昇竜拳、波動拳、さあ中距離戦、ソニックが通った。勝利落ちに負けずにソニックを打つか、そこをすり抜けていくか。昇竜拳、開幕の読み合い、大竜巻、ソニックが通った。接近してくる。冥王三段からの置き攻め。画面端を抜け出すが、この体力差を逆転しなければならない。ガードした、勝ったのはヌール佐藤さん、おめでとうございますさあそれでは決勝リーグ進出の最後の選手を決める戦い、ジエン VS 夢佳さん、お願いします。さあジエンは決勝戦に上がりたい。さあジエンはキャラクターと決めで、夢佳さんは 1P 側ですね。それじゃあゲームオーバー画面になるまで待ってください。ユーストのコメントでですね、あのこのゲームやってて楽しいのかっていう、言うまでもないでしょ。
やこのゲームは本当に開幕ミスったらそのラウンドが死んじゃうっていう緊張感がたまらないですで一応開幕なんとかする読み合いはあるんでどれだけ遂行できるかっていうのが本当にたまらないですよねさあそれでは始めていただきましょうワンピー側は夢か選手、ツーピー側は自演の店員。楽しすぎて基盤を買っちゃったっていう人が。それも行き過ぎ。さあ始まった。そうこれに勝つと決勝リーグ。さあ波動拳波動拳さあ夢かさんがガイル一方自演の店員が竜を使っているさあ自演店員が 2P ガール竜さあ登っていく道義の男が登っていくさあ画面外から飛んでくる攻撃はガード不動だ波動拳波動拳さあ竜が画面の中にいるうちはガードができるもののこの波動拳をまずかき消していかないとガイルは生きる道がないさあ登っていくさあしかし問題はここから問題はここからです飛び道具は1画面しか飛んでいかないのでそれ以上上に登っていかれると苦しい降りてきた竜巻戦略竜巻戦略醤油拳あーっとさあこのアジア人詐欺師に対してバンダミングアクションを見せられるかさあここで波動が同時にヒット自演の竜が勝利あすいませんアジア人詐欺師は雷雨であって竜じゃないんだよねはい雷雨ですねあれはさあここで上位進出3名が決定しました CES さん、ヌール佐藤さん、そして自演店員と、ここからはリーグ戦、になりますリーグ戦では、まあ、ラウンドも計上するということ で完全同スコアの場合は、2周目です完全同スコアの場合は2周目に行きます